どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ついにキヨキヨ祭り開催決定。いや、素晴らしいですよ。これはあのですね、私キヨキヨ、ついにキヨキヨ祭り、今回のコンセプトはですね、愛と運と力。これはですね、格好つけてこんなコンセプトにしてるのではありません。この3つが揃った方が優勝できる、入賞できる形となっております。はい、ということで今回商品もですねありますので、皆さんぜひともご参加ください。概要を説明していきましょう。私ですね、この概要を、読み上げていくんですけれども、動画概要欄にですね、この全文が全て載っております。なので一目で、見ながら、その文章も見ながらですね、私は喋ることは補足説明などをしていきながら、ですね、この動画をやっていきたいと思います。概要、まずですね、私が一つのクランを私が作成します。なんだ一つとかちょっと思ってですね、動画閉じるのやめてください、やめてください。はい、そしてですね、クラン名に関しては当選者に通知いたします。その後発表いたします。そしてですね、まず商品から申し上げたいと思います。9月19日土曜日、そして9月20日、9月20日日曜日に開催される東京ゲームショー2015入場券、ありがとうございます、ありがとうございます。この度ですね、10人の方に送らせていただきます。皆さんも参加してですね、イベント盛り上げていきましょう。そして今回賞は3つあります。キヨキヨ賞3名、グッドアタック賞5名、運賞2名。ここで運が出てきますね。はい、そしてどんなものなのかということなんですけれども、私がクランをですね、作ります。そして45人対戦なので、私も含め46人のクランになりますね。私は多分参加しないと思います。はい、クラン対戦には、はい、そうですね、その運営を基本的にやっていきたいと思うので。そしてクラン、対戦クランはですね、ランダムです。要するにいつものクラクラマッチングに依存します。あのですね、これ何なんか A チーム B チームとかに分けてやるんじゃないの、皆さん思った方もいると思うんですけれども、今回はですね、そういうことなんですよ。はい、そういうことなんですよ。はい、そしてただ単にクラン戦やるだけじゃ面白くないわけですよ。ルール1、1回目の攻撃はタウンホールレベルを問わず、ヒーラーを1体以上編成に組み込んでください。ルール2、1回目の攻撃は味方タウンホール10の方は敵タウンホール10の一番上の村、要するに例えば、前回のクランです、今のクラン対戦ですと、タウンホール10のイロリンさんからビンゴさんまでは相手のこの1番の方を必ず攻めると。そしてタウンホール9についてはタウンホール9の一番上の村、今のクラン戦ですとこの8番のトウさんから、20番の東京さんは必ずこちら8番のグレーンさんを攻めると。グレーンさん、相手のタウンホール9の一番上を攻めるとしなくてはならないということになります。タウンホール8についても同様でございます。そして2回目の攻めについてはもうですね、勝利を目指して全力で挑むと書いてあるんですけども、こちらも後々重要となってきます。そして賞の詳細、キヨキヨ賞どういうものかと言いますと、ルール1にのっとりヒーラーの編成を巧みに使用し、1番パーセント、そして星が取れたものに与えるということなんですけれども、星の数を優先させます。星 199% より星 286% の方が上です。はい、上です。そして、パーセントがですね、同じものが2人以上出た場合、攻撃順位が早い方をですね、優先させていただきます。やっぱ最初の方の攻めを、例えばヒーラーを使わなくてはならないということなんですけれども、ヒーラーを使うって結構奇抜な攻め方になるのかなと私思うんですよ。それをですね、最初に攻めた方の真似してしまえば、わりかしいい結果が残せてしまうのではないかなということで、最初の方に攻めた方を優先させていただきます。グッドアタック賞、ルール3にのっとりですね、タウンホール10、1名、タウンホール9、2名、タウンホール8、2名のものに与えられます。先ほど、説明するの忘れたんですけれども、グッドアタック賞5名ということで、今回ですね、タウンホール10を10人、タウンホール9を20人、タウンホール8を15人募集いたします。募集については後ほど、ですね、言いますので、
待ってください。そして、先ほども言いました通り、キヨキヨ賞と、ガチャーグッドアタック賞と、グッドアタック賞というのは、ルール3にのっとり、タンホール11名、タンホール9、2名、タンホール8、2名のものに送られ、私が検討して選びます。お、またキヨキヨかよみたいなね。ですけれども、しっかりと検討基準はあります。タンホール8、タンホール9については、星3が条件でございます。はい。そして、タンホール10については、星2以上が条件となります。まあ、もちろんですね、複数名絶対出ると思うんですよ。その場合は、その攻めに余裕があるかないか。ユニットの出し方など、キヨキヨが独断と偏見で判断させていきます。またキヨキヨと。またキヨキヨだよと。まあ、私のちょっと祭りなので、ちょっとそこら辺はちょっと、すいません。その辺すいません、本当に。ということで、運賞ですね、運賞。この賞は、敵のクランの攻められた番号が7番と17番の方に送られます。なんだこれと。要するに、例えば、前回のクラン戦、ハルパパさんとの対戦で、こちらの7番目に攻められた方と言いますと、今探しますね。6、7。コーラゼロさんが、今回、入賞、となります。運賞を ゲットすることができます。そして17番目を同様にということで、もうこれはクランに参加することができれば誰でも可能性あります。要するに相手の気まぐれで賞が決まります。だからもう7番目に攻められろみたいな感じで、あと17番目に攻められろと、もう願ってください皆さん。はい。そしてですね、17番目の方に送られるということでございます。そして、全員にチャンスがあるということですね。そして皆さん気になりました応募方法。応募方法はですね、先ほども言ったんですけれども、タンホール10、10名、タンホール9、25名、あ、20名、タンホール9、20名、タンホール8、15名ということで、45人しか集めることができません。本当にそこは本当にすいません。本当に、だから先ほど言いました通り、愛と、運と、力。愛というのはヒーラーを使える、そのユニットをどれだけ愛しているかということでございます。運は運賞であったり、こういう応募なんですね。そして、力というのはクラン戦のグッドアタック賞によるものですね。応募方法は Twitter アットマークキヨキヨアンダーバー祭り、もうキヨキヨアンダーバーフェスティバルとかでもいいんですけれども、キヨキヨアンダーバー祭りに ダイレクトメッセージを送ることで募集いたします。ダイレクトメッセージをですね、フォローバックっていうんですか、そういうのをしなくても誰でもダイレクトメッセージを送れる設定にしておきますので、もうダイレクトメッセージにて募集いたします。フォローしていなくてもダイレクトメッセージを送ることができます。このアカウント、キヨキヨアンダーバー祭りに、村の名前、私でしたらキヨキヨ、村のレベル、私でしたら130。タンホールレベル、私でしたらタンホール10。村のスクリーンショット、この状態をパシャと撮ってください。そして、をですね、ダイレクトメッセージに必ず載せて応募完了となります。これちょっと一つでも欠けてると、ちょっと応募とはですね、見なすことができないのでご了承くださいませ。そしてですね、規定人数を超過した場合、抽選となります。おそらく、超過しますよね。はい。抽選方法は厳正なる抽選にて選ばさせていただきます。もうここはもうランダムに、もう一番最初にやってくれた人かなとか、一番最後に応募してくれた人かなとか、100番目に応募してくれた方かなとか、もう本当にもう、わかんないですよ。これやるかどうかわかんないですけども、本当にランダムで選ばさせていただきます。応募期間はですね、この動画がアップされてからもう開始しております。そして、今回、7月31日の18時までと、応募期間を設けさせていただきます。まあ、長ったらしく応募させてもね、しょうがないと思うので、スパスパと。今日が27日なので、約2日間あるかなと思います。そして、当選発表は7月31日の18時から19時頃、Twitter の DM にて返信させていただきます。あなた当選しましたということで返信させていただきます。その際にクラン名などもですね、その際に教えます。返信がなかった場合ですね、落選となります。要するに、7時頃までに返信がなかったら、落ちたわーみたいな感じを思っていただければちょっと嬉しいでございます。そういうことでございます。実施日はですね、8月2日の12時から16時の間に集合。はい。この4時間。ここもですね、ちょっと皆さん、協力してください。4時間の間に集合してください。そして、
終了完了次第後、まあ、公にします。そしてタウンホールじゃねえよ、8月2日の19時以降に、まあ、集合できたタイミングで開催いたします。時間内に集合できなかった方はですね、まあ、参加拒否となりますのでご了承ください。よってですね、8月2日の19時以降に開催いたしますので、今現在所属しているクランのクラン戦にですね、7月31日以降の、夜19時、まあ、19時以降に開催されるクラン戦にはですね、絶対参加しないでください。あの2日間、クラン戦に参加できる、することができなくなるので、しっかりとここは徹底してお願いいたします。応募する方はですね、というか当選した方はですね、当日集まらなかった方がいた場合、ツイッターアットマークキヨキヨアンダーバー祭りにて臨時再募集をかける場合がございますので、まあ随時確認してくださいということでございます。賞の発送、まあキヨキヨ賞、グッドアタック賞、運賞と、10名の方にはですね、9月の第2週に発送となります。9月の19日20日に、イベントがあるんですけれども、東京ゲームショーでですね、9月の第2週に発送となりますので、はい、お願いいたします。そして、郵送でチケットを送らせていただきますので、賞を獲得された方には送ってもいい住所ですねお聞きいたしますので、そちらもツイッターのダイレクトメッセージにてお伺いいたします。そして、このルールに注意点に同意できる方のみ、ご応募お願いいたしますということで、非常に長くなりましたね。まあ、ただ私声に出すとただ遅くなるだけで、文章で見たら一発だと思うんですよ。なので皆さん、たくさんのご応募お待ちしております。また質問などはキヨキヨアンダーバー祭りの方でどしどし、応募というかですね、質問してください。ということで、ご視聴ありがとうございました。皆さんの多くの、ご参加のですね、お待ちしております。よろしくお願いいたします。